鈴木蘭蘭さんといえば、女優や歌手やタレントとして、1990年代のバラエティ番組や CM など、多くのメディアで活躍していましたが、最近では、あまりメディアで見ることが少なくなり、干されたのではないかと噂されています。そんな鈴木蘭蘭さんの現在が気になりますよね。そこで、今回は、鈴木蘭蘭さんの人気絶頂で姿を消した驚きの真相や、今現在も結婚しない理由についてまとめてみたいと思います。ぜひ最後までご視聴してくださいね。ポンキッキーズなどのバラエティ番組で活躍し、1996年には CM 女王として輝いた経歴の持ち主である鈴木蘭蘭さんの、2023年現在の鈴木蘭蘭さんの、プロフィールから見ていきましょう。名前、鈴木蘭蘭。愛称、蘭蘭。生年月日、1975年8月4日、2023年4月現在47歳。出身地、東京都練馬区。学歴、東京都立代々木高等学校中退。血液型、A 型。デビュー、1989年。鈴木蘭蘭さんは、タレント、女優、歌手、実業家です。2014年から株式会社ウーレル代表取締役社長をしています。鈴木蘭蘭さんは中学1年生の時に原宿でスカウトされ芸能界に入ります。1989年、本名の鈴木聡子として資生堂エクボの CM でデビュー。その年の第1回ミスチャンピオンの準グランプリにも選ばれ、週刊少年チャンピオンの関東グラビアを飾りました。デビュー当時は長髪で、CM や表紙モデルなどで活躍しました。1990年、フライング・キッズのシングル、幸せであるようにの MV に出演。1992年、岩井俊二監督のテレビドラマで女優デビューします。1993年頃からドラマバラエティ番組などに出演し、フジテレビ系ダウンタウンのごっつええ感じないのコント。改造人間カスタムヒカルでは、松本人志扮する若松ヒカルの妹、キラリ役で、注目を集めました。1994年より、フジテレビ系列の子供番組、ポンキッキーズにレギュラー出演。同番組では、同時にレギュラーとなったアムロナミエとのユニット、シスターラビッツとして出演し、一躍ブレイクしました。1997年アムロさんが番組を降板したことに伴い、事実上解散となりましたが、その後も単独で1999年3月まで出演しました。ボーイッシュなショートヘアと明るいキャラクターで人気が出て、その後、バラエティアイドルとしても活躍しました。1995年8月に、筒美京平プロデュースのシングル、泣かないぞえで歌手デビュー。1996年には12社のテレビ CM に出演して CM 女王になりました。1997年に木曜の怪談魔法仕掛けの風で連続ドラマ初主演を果たし、テレビ CM は前年を上回る14社のテレビ CM に出演しました。また同年には阿部薫アルバム心に太陽のお誕生日の作詞を担当しました。1998年、ニューヨーク留学。自分の中で出し尽くした感があって、自分を変えたいと思って留学したようですね。2001年、蘭蘭名義で、フジテレビ系ドラマ、愛と青春の宝塚主題歌、Be With You をリリース。2004年、宮本亞門演出の舞台、油林タウンに出演。2005年、舞台、綺麗神様と待ち合わせした女では酒井若菜。ジキル&ハイドでは、知念里奈の代役として出演しました。2008年、ベントラーベントラーベントラーでは、平山綾の代役で出演して演劇界では、数少ない主演級を演じられる、代打女優と言われるようになりました。2013年に芸能生活25周年を迎え、12月に記念ライブアットマーク DDD 青山クロスシアターを開催した。2014年12月、自身の会社ウーレル、ウーレルを設立、基礎化粧品ブランドナリアコスメティクスを立ち上げ、商品プロデュースを開始しています。2017年、
舞台ビッグフィッシュに出演。2018年に芸能生活30周年を迎え、11月に記念ライブアットマーク渋谷の JZ ブラートを開催。2019年12月17日、新たに楽曲ビューティフォー、ビューティフォーをリリース。なお、この楽曲は2000年に世界でヒットしたアクア、カートーン、ヒーローズのカバーである。2022年4月27日、8枚目のシングルとして1998年にリリースされたシングル、君と僕が7インチレコードでリリースされました。そんな気になる鈴木蘭蘭さんの干された話題について調べてみると、どうやら2011年に鈴木蘭蘭さんのお兄さんは無断で FM 局を開局し、電波法違反という無線局の違法開設の疑いで現行犯逮捕されていたようです。そして、鈴木蘭蘭さんもたびたびこの兄の番組に出演していたために、この事件をきっかけに芸能界を干される形になってしまっていたようです。それで鈴木蘭蘭さんの仕事もこのあたりから減り始めて、メディアへの出演が減っていったのは事実のようですが、鈴木蘭蘭さん自身は干されたわけではないようですね。また鈴木蘭蘭さんにはもう一人お兄さんがいて、鈴木蘭蘭さんが18歳の時に心筋梗塞でこの世を去っていたようです。鈴木蘭蘭さんによると、お兄さんは軽度の障害があったそうで、生まれつき軽い知的障害を持っていたようです。そんなお兄さんを亡くしてしまった以降、これまで受からなかったオーディションにも受かるようになって、ブレイクのきっかけとなったボンキッキーズへの出演が決まったそうです。もしかしたらお兄さんが力を貸してくれたのかもしれませんね。お兄さんの逮捕で一度は干された形となっていた鈴木蘭蘭さんですが、その後は復帰していて、2013年には芸能生活25周年を迎え、記念ライブを開催するなど、舞台を中心に芸能活動を続けているようです。そんな鈴木蘭蘭さんは、2023年現在47歳ですが、今もなお独身生活を送られているようです。年齢を考えると結婚していてもおかしくはありませんが、鈴木蘭蘭さんが結婚しない理由は何なのでしょう。鈴木蘭蘭さんの2020年12月に投稿された YouTube チャンネルでは、結婚について語っていたことがありました。結婚についてどう考えていますか？という質問に対して、多分考えてたらこうなってないよね。考えないで来ちゃったんだと思う。人に言われてうっすら考えたこともあったけど、向き不向きってカテゴリーに分けると、結婚に向いていないタイプの人間なのではないかと思ってるとのことで、そんなに興味がなかったから。結婚に真面目に向き合ってこなかったし、60歳くらいでできたらと語っていました。そもそも、あまり結婚自体に興味がなかったようですね。ただ、既存の結婚というシステムに、囚われない形であれば、ありかもとも答えられているので、いずれ理想のパートナーに出会えれば結婚される可能性もありそうです。独身生活を充実して謳歌されている鈴木蘭蘭さんですが、今後の報告も楽しみにしていきたいところですね。鈴木蘭蘭さんは、お兄さんの逮捕で一度干されるような形になっていたようです。鈴木蘭蘭さんの現在の仕事は、化粧品をプロデュースし、防腐剤完全無添加の美容液などを自身が広告塔となって販売しているようです。鈴木蘭蘭さんの現在は結婚されていないようですが、47歳の現在でも綺麗で仕事もできるので、もしかしたら彼氏はいるかもしれないですよね。いかがだったでしょうか。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。皆さんはどう思われたでしょうか。ポジティブなコメントを残してくれましたら嬉しいです。この動画が気に入りましたなら、高評価とチャンネル登録をお願いします。